臣の攻めをしのぎ切った北条家は、北条三郎を人質として差し出し、上杉と和議を結んだ。三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられた。これにより北条と上杉の敵対関係は解消される。関東に一時の平穏が訪れた。だが氏康を悩ます事件が西方で勃発する。今川義元亡き後、その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである。徳川軍は今川の後継氏真のこもる城に押し寄せた。氏真は盟友である北条家に助けを求める。氏康は再び家族と共に氏真を救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家康がいた。関東の将、Totomi防衛戦。神さんの実家もぼちぼち危ねえかな。父上、今川家のいい直虎殿が出迎えに参られたようです。いい直虎、いい男っぽい名前。いい直虎です。女かい。え、あの、すみません、なんかすみません。で、いいの、嬢ちゃん、この先どうすんだ。今川に尽くしても先はなさそうだぜ。いきなりそんなこと聞きますか。これから戦おうって家康も、元は今川で世話になってた小僧だ。そいつが今容赦なく今川を潰そうとしてやがる。うさんくせえ信玄の野郎もそうさ。息子切って上洛目指してるってよ。乱世は至るところに鬼を生む。だがそれくらいの覚悟がなけりゃ志は貫けねえってこった。私は鬼は大嫌いです。ふん、ま、あんな奴もいるけどな。相模の獅子、吠えるぜ。私も吠える。しっかりかくまりちまいやがった。連中をこらうのは骨だぜ。今川から離れるならば今であろう。門を開け、徳川軍を引き入れよ。開門。くれた秘伝らの太鼓、決して忘れぬぞ。家康め、景気のいいこと抜かしやがる。しかし、ひょっとけや利害者が増えちまうか。ナオトラ、あんたも急に寝返って、背中からバッタリとかなしだからね。
説得し、家康殿への手土産と言ったそうだ。ここは引くぞ。はい、すごいじゃない、大活躍ね。お手合わせ願おう。
アホが出直してきやがれ。父より継いだ太鼓、マロの代で潰すわけにはゆかぬの。頭に血が昇っちまったが、守ってやるよりねえな。戦場で主君に銃を尽くすならいいのか。風氏真様は私がお守りします。風氏様召すべし。任せといて。神さんと家族のためなら永遠やから。敵将撃ち取ったり。しかし敵の包囲が崩れねえな。藤だね、もうとんずらしまったらどうだ。藤安王子様、マロはまだ何をするの。お任せよ、マロはとんずらしますの。勢いのまま勝利を決する。全軍で天守閣を落とすのだ。神さんと家族のためなら永遠やからだ。
真が脱出を企てておるじゃと。これは一大事、氏真を引っ捕らえよ。これにて任務完了。敵が分散すりゃ包囲も突破できんだろう。寄ってきた奴らを撃って北から家康を狙え。敵本陣の南は忠勝の野郎が守ってやがる。地下を通って北から攻めろ。ってわけにはいかねえか。甲斐にはうさんくせえ野郎も控えてるしな。
昔仕えてた家を滅ぼそうとするなんて、家康はやっぱり鬼よ。違うね、違う。すいません。やめて。乱世に善悪を論じたって答えは出ない。直虎さんの家だっていろいろと事情を抱えているようだし。はい、吉本様が亡くなった今川家には遠州を守り抜くだけの力が。かといって小さな井伊家だけでは徳川や武田に対抗のしようがありませんから。今日の味方が明日には敵になることもある。悲しいけどそういう時代なの。カッツ！そうやって物分かりよく諦めちゃうのって私は嫌ですから。絶対。なんかカイさんって激しいな。でもちょっとかっこいいかも。そうなの、男前なの。